出会い場カンパニーの社長をしている清水と申します。何度も会ってお互いが素の姿で、なるほど、これは俺に向いてる会社なんだ、こいつは俺の会社に向いてるんだってことを見極めることが必要です。就職とは何かというと、自分に合った会社を探して、そこで自分を自己実現するためにどこの会社がいいかって決めていくわけです。そうした場合に、あなたに本当に合った会社はどこで、そしてどこの会社にあればあなたが大きな意味でやりたいことが やれて、それで最初の数年であなたは本当にこれからのビジネスマンとして鍛えてくれる会社なのかっていうのを学生さんたちは探す意味があるんです。ですから、この就職を通して皆さんがそういうことをしてもらえる会社、自分がそこで力を発揮できる会社、そして自分に合う会社を探してもらうというのが一番大切なんです。ですから、我々のサービスを通してそういう会社を探してほしいと思っています。偶然に企業と学生さんが出会う場を最初に作ってあげる。そしてお互いが理解納得して、この人でいいんだ、この会社でいいんだ、さあこの会社に入ろう、これが我々の提案したい、提供したいサービスなんです。最も重要なことっていうのは、あなたに合った会社はどういう会社で、かつどこの会社に入ればあなたが自分の自己を実現するのを助けてくれる会社なのか、そういう意味で言うと、あなたが社会人のスタートとして鍛えてもらえる会社で、素敵な上司がいる会社を選ぶのが最も重要なんです。ですから、売上が利益とか、要するにビルの大きさとか美しさで選ぶのは意味がないんです。そのことを皆さんがきちっと理解されないと、入った後ですぐ辞めたくなるんです、違ったと。ですから、あなたにとって大切な会社、最も入るべき会社は何かっていうことの視点で、我々みたいなサービスをご利用していただきたいと思います。